ご案内は酒店丸重商店の4代目で YouTuber の五十嵐さんです。こちらは関川ふれあいドームに来ております。大したもんじゃ祭りで実際に使われていた台座を見ることができるんですよ。すごく長いですね。はい、こちら 82.8m もあるんですよ。竹と藁でできた世界一長いヘビに認定されています。はい、こちら関川村特産の小うさぎ餅というお餅です。はい、コシの強さが特徴的でとっても美味しいんで食べてみてください。うまい、うまもっちもち、うん、こちら関川村の日帰り入浴施設ユームに来ております。あ、いやー、おじさんぜひ関川村温泉地たくさん旅館さんもありますのでぜひ、はい、湯巡り楽しんでほしいなと本当に思います。そうですね、探検関川。